さあ、あと1球。よっしゃー、というわけで、累積ポイントが3000万ポイントいきました。というわけで、ついに S ランク侍ジャパン契約書をゲットいたしましたおめでとうございます。はい、というわけでね、侍ジャパンが登場する必修アリーナのイベントをこれで一応完走というふうな形になりました。はい、というわけでですね、いっぱい、全部で13個契約書があるので一気に開封していきたいんですけどね、全部一気に開封するとちょっと長くなりすぎちゃうので、B ランク、それから A ランク、それからゴールド契約書と S ランク契約書というふうに全部で3つに分けていきますが、今回は B ランクの契約書を開封していきたいと思います。はい、今回はプレミア12に出場した侍ジャパン選手たちが登録されているのですが、今回は B ランク坂本選手が初めて登場するパックとなっております。はい、さらに日本代表のユニフォームを着ているということで、ぜひともこれを、ね、手に入れたい、入れたい。というわけで B ランクの契約書では坂本選手 B、 もしくはまあ巨人の沢村選手、菅野選手が手に入ったらいいなと思って開けます。はい、で、今回はですね、ただやるだけで面白くないので、もしこの3選手が手に入らなかった場合は、はい、せっかく手に入れた侍ジャパン限定選手たちを全てマシソンの特訓材料としてしまいます。今回そういう罰ゲームも含めてやっていきたいと思いますので、死ぬ気で坂本を当てたいと思います。では行きましょうさあ来い坂本、さあ一泊目です。よし、さあどうだ。うわ、小川選手ですね。はい、今日取ってるのが3月5日なんですけれども、はい、台湾との親善試合でも今日投げてましたね。ああ、そっかそっか。はい、はい、では2袋目いきましょう。おお、大谷です。もはやね、日本のエースともなっている大谷選手、いいね、まあ、B ランクなんですけど ね、まあ、そうですね。さあピッチャーが2つきましたね。はい、さあ3枚目は、そうそう、バッターが欲しい。さあ、坂本、お、あ、奥さんが大好きな中村さんですね。おかわりくんです。おかわりくんだ。はい、ちょっとプレミア12では調子が悪かったんですけどね。あ、そうなんだ。はい、さあ、それで4人目、さあバッターになったぞ坂本。お、松田ですね。お、日本に残ることになったね、松田選手です。さあ次は、はい、でもね、来るんじゃない？あ、中田か。あ、大活躍した中田ですね。うん、この前大活躍して、今日はね4番打てましたね。ね、ちょっと力んでたらしいですけど、さあ。そうなんだ。さあ、秋山か。あ、最短打の秋山ですね。1番でね、1番秋山、はい、2番坂本でやって。あれ？ああ。もう B ランクないっすね。というわけで、はい、貴重な侍ジャパンをマシソンの特訓材料にする動画でございます。さあ、それでは、え、本当にやっちゃうの？ご覧ください。はい、もう、もう約束なんで。え、本当に罰ゲームだ。はい、うわ、ではだってこれ貴重なのに。はい、じゃあさようなら。さようなら。心が痛む。本当に使っちゃった。やったんだよ。いや、やったやりたくなかった。言わなきゃよかった。じゃあやらなければいいじゃん。